モンスターボックスのプラスの表示が変わってあたふたしているのは私、ガガー。ゲームマーケットがお送りするゴージャス動画です。今日の MC はサリー。そして相方ははい、しのぶです。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、しのぶくんが来たということは今日のタイトルは何かな。はい、今日もパズドラをやりたいと思います。はい、楽しい。パズドラだね。はい、プラスの表示変わったね。変わりましたね。なんか3つに分かれ、攻撃、HP 攻撃回復と。そうそう、見やすくなりましたね。そう、まあそれでね、特にプラスを集めている時に、はい、キャラクターを見ながら、まあ、この子だったらプラスにしちゃっていいかなっていうのをやってたんだけれど、はい、ちょっとキャラクターが見えなくなってて見えづらくて今。あ、そうだから今解決方法考えてるよそう、入手した順で組み合わせていこうかなとかね、はい、じゃあもう今日はなんかいっちゃおうか、ダンジョンね。はい、今日はですね、クローズコラボダンジョンの、中崎工場跡超地獄級に、サリーさんに挑戦していただきたいと思います。はい、それではクローズコラボ中崎工場跡超地獄級に行きます。画面どうぞ。はい、それ画面に焼きましたねさあ、クローズとヤンキー漫画なのかな。そうです、うん、基本的に。うん、私ね、見たことないんですよ。あら、そう、ごめんなさいね、勉強不足で。もしまあお時間あったら読んでみてはいかがでしょうか、うん、全然内容が入ってきて、はい、全然どんなかよくわかんないんだけど、はい、まあでもパズドラとコラボするってことはよっぽどすごく面白い漫画なんだろうなとは思うよ。はい、そうですね、うん、僕まあ一回一通り見たんですけど、うん、まあ感想で言うと面白かったです全然わかんない全然わかんないよ行きましょう早速男女に行きましょうかはい、よし、いけるかな。あの、実はですね、ベルダンディちゃんって言います、この子そうですねそうですね。あの、はい、ここでプレイするの初めてなキャラクターなんです、はい、うんうんうん、確か。はい、そんなに使ったことないけど、この子強い気がするの。そうですね、あとは、うん、どっちかっていうとまあ使いやすいモンスターだとは思います。使いやすいリーダーだと思います。木の4つ消し、木の4つ入れた、いろいろいっぱいコンボみたいな。そうですね、はい、ですればいいんですかね。はい、基本的に2体攻撃を活用してって感じですかね、うん、2体攻撃を活用する。だから4にすると、はい、サブにちょっとあれがいますけど、ね、サブにペルセウス。あ、そう、ペルセウスね。これね、ゴッドフェイスじゃない時に引いたんですよ、はい、実はもう何にもない時にパッて引けたの。だからそれからもうずっと愛用してるんだ。おお、そう、ペルセウス。はい、ペルセウスもかなり優秀なモンスターですよ、うん、なかなかね、使う機会がなかったからやっとこうやって組めてよく嬉しいです、うん、スキルね、すごくすごい速さでスキル間にしたのにね、全然使うタイミングがなかったんですよ。うまくなかった、馬もうまくないけど全くコンボ組めなかったから、その時。ああ、まあ属性でも列とかだとちょっとコンボ数は減る傾向にはありますからね。うん、うん、そうなんでね。はい、はい、じゃあこれ、それではこのメンバーでいきたいと思います。ちょっとこの劉備さんがスキルがたまらないと、多分あの試合中にはダンジョンプレイ中には使えないかな。どうだろうな。それではいきまーす。へいへい、あ、緑4つあるよ。ただ HP が200万弱、いや200万ちょっとか。え、そんなに強いんだ、はい、だから多分ですね、4つ消し2個プラス木のコンボ1コンボぐらいですかね。あの、欲しいとしたら443ってことだね。はい、じゃあ色を変えるしかありませんね。いきまーす。発動ペル、よし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 、きたぞー。ここからいっぱいコンボで、
にでこうしてああなるほど、さあそういうことか、よし頑張るぞ。あ、もうちょっと考えていいんだっけ、ダメだっけ、考えようかな、ちょっと待ってね。紫、私この紫から行こっかなと思ってます。はい、紫を作るのが結構遠いからね、別に紫消さなくてもいいんだろうけど。いいよ、私今一人でいるからここに。かな。喋っていいんだよ。よし。行くよ。はい、どうぞ。火の四つ消しが。ああ紫。おーっと。あ、行きましたね。あ、嘘つきました。3つで足りるかな。足ります足ります。よかった。じゃあいろいろ考えましょう、そこもね。残ってた。いけた。こういうやつです。もうドキドキするやつだよ。ただあの HP にメルダンディのリーダースキルが HP に応じて攻撃力が変わるので、あ、そうだね、なるべく回復して次のステージに進みたいですね。わかりました。じゃあ回復を持っている、変換を使います。緑今ないしね。はい、メルダンディちゃんの時空調律陣キヒ。おお、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個木があります。だから 4,4,3 ですね。はい、まあ、ちょっとね最近ラーさんに頼りきってて指の感じがラーさんになってるのだからね。いや指の感じがラーさんじゃ変だけど。分かるよね、分かってくださりますよね、みんなね。あのちょっと慣れちゃったのの操作の長さにさ。だからね、この間ハクちゃん使ってた時、はい、444とかで消したかったのに全然足りなかったんだ。だからいろんなパーティー使わなきゃってそれから学んだ。そうですね、うん、本当にラーとかラードラだと操作延長多くなるんで、どうしても、うん、甘えが出てくるんで、甘えちゃう、本当甘えが出ちゃう。もう甘えたいと思ったもん。はい、はい、甘えたいんですね。3,3,4,4 だね。はい、行きます。行くよ。はい、ここから行こうかな。ここから行きます。くー、ちょっと厳しいですね。ふー、おー。緑を、緑が 1,2,3,4。できればコンボ6、7ぐらい。 HP 回復するね。はい、ソウルキャ。うん、あ、次劉備来るわ。ってことは、で、今な2ダンジョン目だよね。そうですね、あと2ダンジョンなんだよね。はい、時空調律陣、ドン。って考えるとちょっとすいません、あのソウルケアを使う意味があまりなかったので。そうだね、はい、そっかそっか、そういうことだったんだね。切り離さなきゃな。1,2,3,4,1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,4,4,4。あ、でも4,4,4する必要もないのか。はい、4,4で残しておいた方がいいんだね。はい、木をグッて、あとはもう残す、つなげないようにするね。はい。ね、よし、いくよ。はい、どうぞ。あ、おー、で、まあ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 、そうです。うん、こういうの多くてやだな。
ここで使うべきだったのか。そうですね。いや、すいません。いや、そんな、その通り。いきます、ここから。開ける。ああ、開かなかった。HP 90% 切れなかったんですけど、切れなかった。劉備ってあれですよね、あの回復をキドロップに変換ですよ。そうですね。で、回復今ないですね。ないですね。ただ一応 HP 4000回復するんですけど、今のところちょっと使えないので、はい、とりあえずもう一回普通に攻撃です、うん、攻撃してみます。はい、行こう、もう行っちゃおう。あ、また開けなかった開けなかった。まあ、うん、そしてハートが1個しかない5、4、2、6。ペルセウスさん、あ、でも、次からはこれ30% 以下にしないと、あれですね、盤面に回復ドロップが来ないんだ。回復ドロップを変換してきますね、 30% 以下にしない場合は毎回。そうです。じゃあもう突破するしかないんだ。ちなみにペルセウスはあと何ターンですか？2です。2か。ここで、メイメイを使ってうん、スキル一旦貯まるじゃないですか。あ、遅刻しておくんだ。はい、それでここを倒して、ちょうど多分それでペルセウスも貯まるんですよね。うんうんうん。でその後にペルセウス、劉備で倒しに行く。おお、次のダンジョンね。はい、ただちょっと HP、 あの攻撃倍率が今3倍ぐらいになってるんで、ちょっとワンパンできるかは悩ましいところですけど。そうだね、私それとこのパズル力では厳しいかもしれないな。やってみましょう。そうだね、はい、うん。玄武七星人右の方は緑、ここの1個だけなんだな。44で一応作れますね。うん、1、2、3、4、5、6、7、8だからね。はい、いきます。はい、ここから いいですね。お、ただちょっと厳しいかな。そうだね、ハートで回復して、ペルセウスさん、はい、使います。お願いします。4と3、贅沢を言ってしまうと、まあ木は4、3の、うん、ハートは1コンボ入れて、うん、あとは取っておきたいです。あとっていうのは黄色とか紫を？あ、違います。ハートはってことですか？じゃあハート今たくさんあるけど、これは後に残しておきましょうと。はい、そうだから、こう緑作って紫こう2個にしたでもできなくなるのか。下に4つ本当は作れたら他にもコンボ作れそうだね。そうですね、でもハートはなるべく取って。あ、そっか、そうだね。よし、じゃあこっからいきます。はい、よし、あ、残った残った、ハート残った。おお、完璧。うん、やあ、おお、きたー。さて、ここから回復し放題、回復いっぱい落ちてきますよ。夢のような話ですよ。次の行動がスキルターン遅延をやってきます、
じゃあ今のうち使った方がいいってことだね。そうですね。使った。よし。あ、闇ドロップもか。闇ドロップ。かなり火力出せます、ね。やっと切り離しが必要になってくるかな。そうですね。はい。頑張らなきゃ。よし。ユイビさんのスキル発動。おおめちゃめちゃすごいな。ふう、目がパチパチしてきた。目がピクピクしてる。いくね。はい。HP 分ね。あ、良くないな。良くない。まあ、でも、もうここまで来たら結構気楽にやっていただいて全然大丈夫ですよ。本当？はい。本当に気楽になるよ。いや、本当に気楽にやっても大丈夫です。本当？はい。44。行く。ああ、ちょっとまあ全然見えないよ。どういう4作ればいいんだろう。よ、下と左、なんかすごくもったいないことしてる気がしたんだよな。残して、残して作るのか。こうして、じゃあこうした方がいいのか。で、あとは44を作るか433を作るかでまた変わってきます。どっちが強いの？44で。よし、いくよ。こういって、こういって、縦に4を作って、もう横に4、急いで作る。うん、いきます。はい。ああ、これはダメ。よし。ございました。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。結構時間かかったね。30分ぐらいですか。そうだね、30分かかった。石ゼロですね。そうなんです。あのね、あの、はい、何でもない時にね、引いたのガチャを。ガチャを。なんだかね、はい、あの人、目隠しの子が出てきそうな気がして、なんだっけ、なんていう子、エルマキト…エスカマリ、エスカマリ、そう、エスカマリがね、エスカマリはゴッドフェス以外じゃ出てこないですよ。ゴッドフェス縛りのやつか。フェスゲンです。そっか、テンション上がっちゃったんだな。はい、ね、クローズコラボ、クローズコラボでした。全員知らない。全員知らないから、ちょっとね、あの漫画の方を読んで大切にしていきたいと思います。大体ね、私はあのゲームから入ることが多いんです、その好きになる漫画って。あのルローニケンシンもゲームから入ったし、
入ってそれで実際に本を読んだりアニメを見て好きになったりとかね、結構そういうことが多いんですパターンとして。はい、うん、なんでクローズもパズドラで使ってるうちに好きになるかもしれないですね。はい、はい、今日どうだったしのぶくん。いやちょっと正直大丈夫かなって思ったんですけど、よかったです。クリアできてね、はい、本当によかった。なんかソウルキュアのタイミングとか、うん、ちょっとやらかしてしまったので申し訳ないんですけど。だってあれもしのぶくん一発でいってるもんね、全部ね一発で倒してってるからね。そうですね、クラウドとか、うん、クラウド、うん、クリアできちゃった。クラウド超いいんですか、クラウドさん。クラウドさんは周回とか結構楽ですね。おお、はい、そっか。じゃあいつかクラウドさんをね、クラウドさんは次いつになるかわからないですね。あ、もしかしてあのコラボの時に弾かなきゃいけないやつだね。そうです、 FF コラボですね。なるほど。じゃあクローズでもそうやって、はい、そういうレアなキャラがいるかもしれないから。まあそうですね、ハルミチとか、うん、リンダマ、林田めぐみっていうキャラクターなんですけど、うん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 、全然使えるキャラですしね。うん、そうなんだね。はい、じゃあま、魔法石ゼロだから弾けないけど、ね、みんなも弾いてみてくださいね。はい、それでは、ね、今までもたくさんパズドラの動画が上がっておりますので、よかったらみんな見てくださいね。それではバイバーイ。あ、魂が抜けちゃった。魂が抜けちゃったよ、ベルダンディちゃん。普段から使ってない感じですか、ベルダンディ。普段はね、あのたまにその降臨チャレンジで、はい、ベルダンディが有利な時には使うことは。ああ、まあ、バランス強化みたいな。そう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 。そう、その時は必ず四、木の四つ消しを入れつつコンボ組めるイメージをしながらやってるんですけど。はい、うん、もう一体。ベルダンディがボックスにいたんで、それを育てましょう、うん、そうだね、それでベルダンディのパーティー入れたらいいのかな。そうですね、うん、3体、3体編成で分かった、はい、よし、じゃあ解散解散しよう、帰ろう、帰ります。